サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。負けないでもう少し、最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ。追いかけて遥かな夢を。どうも、カサニマロリケートのベトコ、ドンブリだと吹きの塔です。はい、社会のチート級バグの場所術2000ということでやってまいります。びっくりするやろ。まあ教室ですよ、近いんでね、うん、ちょっと応援ソングを最初に挟もうということでね、うん、第一弾でザードさんのね負けないででした。いや、びっくりするやろってひどいツッコミやなじゃあやっていこうか。はい、もうこれはね、もう今日3分で終わらせます、うん、2分ね。はい、2分じゃない、3分でやっていきますはい、1番、時事問題を抑えるってことですね。はい、うん、まあ時事問題これめっちゃ出るんですよ、うん、でどういうことかって言ったら、あえて説明する必要もないかなと思うんですけども、うん、ニュースですね、ニュースを押さえておいてねっていうことです、うん、でこれ1個見てほしい動画があって、これ概要欄載しとくんで、まあ、コメント欄にも載しとくんで絶対見てほしいんですけども、2020年にあったことっていうのがテスト出てくるんですね、うんうんうん、共通テストっていうのは結構もう何やろ、その1年以上前に作られてるっていうことが結構多かったりするんですね、うんうんうん、まあ多分今年の共通テストやってちょっとまあ改変とかはされると思うんですけど、うんうんうん、基本大枠はあんま変わらないというふうに思います。なので今年のニュースっていうのは出ないですね、うんうん、例えば、総理大臣が岸田さんになったよとかいうのは出ないです、うんうんうん、今日逆に去年菅さん変わったりとか、うん、まあ、それ関連のニュース、うんうんうん、例えばごめんちょっと怪しいけど新紙幣とか多分去年ぐらいのニュースだったと思うねんけども、うんうん、まあそういう系のニュースとか、うんうん、なんか去年の時事問題、うん、絶対押さえておいてね、うん、結構テスト出てきます、うんうん、で去年の時事問題が出るっていうよりも去年の時事問題の周りに関することが出ます、うんうん、例えば新紙幣発行されるなら昔の貨幣についてのテーマ誌が出るとかね、うんうんうん、例えば官営通報とか永楽通報の話が出たりとか、うんうんうん、そういう時事問題に絡めた話っていうのは共通テストめちゃくちゃ好きです、うん、なので社会の点数を上げるためには時事問題絶対押さえておいてね、もう絶対ねコメント欄の動画見てほしいなというふうに思います、はい、じゃあ2個目、はい、過去問研究から山を張るっていうことです、うん、まああえても今100点取れてるっていう人は山張らなくていいかなっていうふうに思うんですけども、世界史であったり日本史であったり地理っていうのはめちゃくちゃ山を張りやすいです、うん、逆に星系とか原写はちょっと山張りにくいと思うんだけども、うん、まあまあ単元的にはね山多少は張れるかなとは思うんですけども、うん、例えば地理で言ったら去年地理では北アメリカ出てますよね、なので今年北アメリカもうこれはほぼ 100% でいいと思います、出ないです、うん、2年連続同じ地域が出るってことはないので北アメリカは出ないです、うん、だから北アメリカも勉強しなくて大丈夫です、うん、逆にアフリカ2011年からアフリカ出てないんですね、うん、だからアフリカ出るかもしれないな、うん、みたいな山を張る、これは今はもう一例ですけども、うんうん、これは日本史にも世界史にも倫理とかにも言えることができます、うん、なので自分で過去問研究をして山を張ってくださいってことが言いたいです、うん、まあ、それプラスいろんな YouTuber とかも結構ここは出るんじゃないかみたいなことを言ってらっしゃる人は多かったりするので、そっからね山を張ってみて出る可能性が高いとこからねやっぱり勉強してほしいので、うん、しっかり山を張ってほしいなというふうに思います。もちろんというかカサニマロも今年から新しい試みとしてちょっとね、うん、ここ出るんじゃないかみたいな、まあ、分析担当吹きの塔としてね、うんうん、結構まあ自信、まあ、素人ながらには自信があるので、うん、ちょっとね皆さんの手助けできるようなそういう動画も予想みたいな感じですね、うんうん、出していこうかなというふうにも思います、はい、まあ、山を張りすぎるっていうのは怖いんで、うんうんうん、完璧に盲信するっていうのはやめてほしいですけども、うんうん、ちょっと出る可能性が高いなぐらいな感じで山を張るっていうのは結構ね、うん、大事だったりするので、うんうん、そこもね押さえておいてほしいです。そうですね、やっぱ期待値高い勉強がここから大事になると思いますので、全部フラットにやるよりは山を張った方が期待値高いと思いますからね、山張ってみてください。はい、じゃあ結論は時事問題やる、そして山を張る、この2ポイントでした、はい、ぜひね押さえて勉強社会やつ社会ね、うん、取り組んでほしいなというふうに思います、はい、じゃあ終わりましょう、バイバーイ。嘘ならクソでいいじゃないか、空を見上げてごらんよ遠く遠く、成功は成功失敗はない成功、運命は最善になる。